元阪神タイガースの選手で、2019年に病気を理由に現役を引退した横田慎太郎さんが相生市で講演し、目標を持って前へ進むことの大切さを訴えました。今月4日、相生市文化会館で講演を行った横田慎太郎さん。横田さんは2013年に阪神タイガースにドラフト2位で入団。打って走れる外野手として活躍が期待されていました。しかし、2017年のキャンプ中に体調不良を訴え、病院で検査したところ、思いがけない病名を言い渡されました。病院の先生から、大きな病気、脳腫瘍ですと言われ、その二言目に、横田君、一回野球のことは忘れてくださいと言われ、野球のことを忘れないといけないまで、そんなに大きな病気なのともに、頭が真っ白になりました。復帰を目指して、リハビリに励む横田さん。多くの人の支えがあったといいます。たくさんのファンの皆さんから、手紙や千羽鶴が届いており、もう一回グラウンド野球をしたい、そう思えたのは、間違いなく、2018年に育成選手として復帰。一軍の舞台を目指しましたが、病気が原因で低下した視力は戻ることはありませんでした。2019年に引退を決断した横田さんに、球団は最後の花道を用意します。やっと試合に出れる、やっとその日が来た、絶対に最後何かやってやるぞ、その思いに変わったのを今でも覚えています。2019年9月26日、鳴尾浜球場での引退試合。横田さんは8回からセンターの守備につきます。飛んできた打球を捕球すると、本塁へノーバウンド送球。ランナーを見事アウトに。横田さんは自分を信じて必死に野球と向き合ってきたことで、野球人生を素晴らしい形で終えることができたといいます。今苦しい思いをされた方、大変苦しんだ方、絶対に自分に負けず、自分を信じて、そして目標を持って、目標から逃げず、少しずつ少しずつ前に進んでみてください。きっと幸せになると思います。